はようございます。どうもね、はい、朝です。まあ曇りは今のところ降ってませんね。昨日やったこれトレック専用尺で野菜に手厚くを鶏肉とじゃがいもと人参と自分用に置いて食おうか。これね、おなじみ、これ手軽でいいんだよね。焚き火で昨日いたの温め直して焚き火寝てると思うんだ。じゃあやつ取ろうか。鶏肉、じゃがいも、玉ねぎ、鶏肉、うん、じゃがいもちょっと取っといて、鶏肉シートってのこれ出して、じゃがいもこう、あとひとまずこれで、で鶏肉これ足して、どうも買いすぎちゃうな、だから食いしん坊だからな、なんでも買いすぎちゃう。はい、どうも。そしてうまいじゃん、これ人参も。うまい。じゃがいも。鶏肉。
あの人数のナイフどっか。大きい方がいいからでも質もなくならなくて。いい感じじゃん。うん。あ、うまいね。うん。お玉忘れたんだな、また。お玉。なんかお玉。お玉。こういう時お玉あるといいですけどね。おたまないと箸で通んないですね。そういうの5、6000したからね、うん、僕の一番高い点と、うん、ダブルにして安いね、さすが16000。ね、それが安い、5000、1万円以内だったのは、それは中国製だからね、トラックマンっていうね。こんにちは。おはよう。今日はね、これ野菜にした、じゃがいもと人参と鶏肉にしたの。マジブイヨンに、ま、野菜のマジブイヨンに食べてる、鶏肉入れて。昨日作ったレブ用にこれ人参、まだたっぷりある。これが炎の幸せってやつだね。いいね。
炎なる。ねえ。はい、こんな感じです。どうも。残りバッテリーどのぐらいかな、残りバッテリー。残りバッテリーね、あとね、1時間くらいか、1時間ちょっとね、今できますね。ちょうどいいかもしれないね、今日帰るか、遠出ね。安住さんなんか北海道だからさ、こういったアウトドアとか得意だろうな、きっと。あの人北海道出身だもん。まあ。再認識したら熊本がね、政令指定都市だったことだね、あれね。熊本市。ね。ちょっとつい忘れてた、意外と。認識したよね。いつの間にかなってたんだね、あそこね、熊本ね、政令指定都市に。まあ、4時ぐらいあった、しばらく今ですね。ヤフーでさ、なんか地震が来るとさ、メール来るんですよ、バンバン来てるもんね。音声で会えようかな。音声ね、音声壊れてたよね、あれね。見て気づいたよ、僕全然分かんなかった、配信の時。ランザンのさつき母さんのところ話。あの時ね、音がパソコンより悪かったみたいでね。いい、やっぱこんぐらいの1リットルぐらい沸かせるのクッカー1個あるといいね、でかいのに。そう、焚き火でね、昨日やったやる。マジブイヨンなんで、マジブイヨン。味付けはもうこれが入ってんの、もうこれだけね。焚き火でいいね、炎鳴る幸せ。安住さんの番組今日やんのかな、あれ、あの地震の中で。しっきりなしだね。はい。そう、ご飯じゃないのよ。今日も飲もうと思う。まだ残ってっから。いいね。ああ、いい感じだ。野菜と鶏肉の煮物で煮込んだやつ。
だったかな。これね、10時間ぐらい持つんだ、この、の右の安いんだけど。だから昨日5、6、7、8時間引き。2時間で、だったらもうバッテリーなくなるんでね、配信をおしまいで、ローカルで動かして、それを YouTube の方にアップしますね。これ値段の割にはね、3万円ちょいで買えるんだけど、3万2、3千円かな？そんなもんなんだけど。ね、台湾メーカー、ね、台湾メーカー、スースのやつ。値段の割にはね、バッテリーのも欲しいよね、これね。寝頃がいいね、値段の割には本当に。まあ、今コストパフォーマンスとか言うけどさ、横盛りで。僕は寝頃感って言うよ。くよね、あれ。寝頃感がいいって言った方がさ、ピンとくると思うんだ、あれ、日本語でさ。格好つけてさ、コストパフォーマンス。買えばいいのに、寝頃感がいいで一言で詰めじゃねえか。寝頃感があっていいって、この値段でこのさあ、おお、ぐずぐずしまくり、いい感じだね。鶏肉を出して、うわ、そう、にんじん、玉ねぎ、小麦粉溶いたやつ入れて、牛乳でも入れたらさ、これ牛乳と小麦粉入れたらクリームシチューね。小麦粉と牛乳入れたらクリームシチュー。で、それにカレー入れたらカレー。こんなもんで大丈夫かな、こんなもんで。これでまたぐずぐずいっとこうか。あふれちゃう。はあ。でかい方がしもちがしていいな。ただ飲もうか。今朝も一杯。今朝はまずこれ。ちょっと拭いとこうか。あ、外側か、汚れてんの。汚れてるの外側だったら大丈夫じゃないか。じゃあ、いただきます。やっぱ大丈夫だ。ちょっと夏場だと生ぬるくなるけどさ、まだこの季節だからさ、夜、夜中で冷たく。
これでいいのかな。分かった、これでいいかな。これで焚き火で煮たやつをこうやって食べてます。いいね。これ B6 くんです。焚き火っていいでしょう、うん、焚き火の目の前こうやって飲み食いするのたまんないね、これね。ショーズ B6 アルファベットの B で数字の6でクンで、わかった？一人用でしょ、分かったかな、たけさんね。B6 ってやつ、B6 で検索したら分かるよ。四五千円すっかな、これ。はい。使ってみて分かった。チタンはね、軽いだけなんだ。軽くてさ、茶色く焼けないだけで、色がさ。だから僕はステンレスをおすすめする買うんだったら安いしね、うん、建築効果があるんだろうね。ロゴスよくさ、焚き火台とかあるんじゃん、ピラミッドグリルとか。あれって三角形でしょ、結構ある、よくあるのって。あれは下の方ね、こうだから、あれよりかは煙突効果があると思う、うん、それでは継続できると思うけど。 B6ブツブツしまくってます。カレー屋だったら SB の赤い。あれ中途半端余っちゃうんだよね、箱だと。あれ一人分だとさ、箱でどうしても余っちゃうからさ、缶だったらさ、残っても結構丈夫だからさ、いいと思うんだ。
巻き笛は結構おいしくて嫌で、ね、巻き笛は時間やから。いい感じじゃない。そこは直火禁止だからさ、石があってもね、学校場所があるとそこが違うわけ。学校場所があるとさ、そこは直火は禁止です。スクワブ、まあ、頭割れちゃった。また100円で買ってこよう。スクワブ入れようか。スクワブ、スクワブ適当包丁で切って入れよう。包丁超使わないかなと思ったけど、スクワブがあったんだ。入れます。スクワブ。こんな立派な包丁持ってきてます。適当に2、3、4、5、6、7、5。これでまたグツグツいっとこうか。ああ、いい感じだ。まとめます。そうだ、そこなんだ。ガスコンロもいいけど、ガスだってなんか朝だって家と変わんないもんな。ちょカセットガス持ってきてね、随分いるけどさ、もうどうも嫌だ。ああいうのキャンプだったら、アウトドアだったらさ、アウトドアらしくこういうのビーロックに使いたい。僕はなんかありげないよね、アウトドアでガスって言うと家と変わんねえやって感じがして。いけないよねガスね。でもさ、この辺の問題、今のところ分かんない。買うやつなんだけど、あれコンパクトで可愛いよね、イギリスストーブ。こんぐらい三角形にしたやつかね。ああいうのコンパクト製の見るとさ、もうたまらなくなっちゃうの。うわー、かわいいな、欲しいなって。でも今そううどんみたいなもんね、スクワブ。うどんのでっかいの、そんな感じ、うん、
いいね、焚き火ね。これが炎なる幸せってやつね。炎のある幸せです。これ反応が笑って入間川が蛇行したところのでかい河原です。埼玉県流れの川入間川。西武線で学校バスと違うとここはコンビニがやっぱ遠い。学校バスでも30分ぐらいでセブンイレブンなんで、あそこかもしれない。でもここは以上30分じゃ行けないね、コンビニまでね。そこ万が一買い忘れてもね、学校橋ガーラの場合はね、30分ぐらい歩けばね、セブンイレブンあるから、あそこで買えるからね、あそこ。そうね、ペヤングの地元ね、ペヤングね、ペヤングの高校ですね。もう こんな感じ。もう聞こえば C 取ってからね、あるとやらかくなれば、うん、はい、いい感じ。今度は次フライパンで炒め物やろう。ちょっとおろしてこれね、今度ね、フライパンで炒め物。フライパン出番です。もうで炒め物やります。やだ、また足してフライパンでね、今度はね、これ焼く、ブリ。ブリが安かった、これ。ブリの切り身をね。ブリ。油はね、油先生。ジャンプとかあったら、着手でも他のなると車中泊いいだろうね。駐車場持って車も買える人、僕そういう余裕ないんで、車を処理する。なんかそう、群馬だったらあれだった、自動車メーカーの地元だからね、車の所有率高いのだったしか、日本一なんだ。結構ね、そうでしょ、日本所有率とか高いんじゃ、そこね。じゃあ焼こうか。おー、いいね。
ブリの塩炒め。田舎はどこもそうよね、交通の便は。田舎はね。23区以外は便悪いもんね。八王子とか悪いもんな。みんなそうや、あれ。ほんと20、ほんと都市部だけだ、いいのよな。千葉県もそうだもん、あれ。北西部ぐらい、北西部、北東部ぐらいだもんな。北東も、そうだ、みんな、まあ。北西部ぐらい交通の便がいいんですばけにも。みんなほとんどの都市部だけで交通の便がいいです。ああ、いいがいいが。でまたね、うん。いいね、無駄だ。まあ疲れるけど、荷物、薪とか持つと重たいけどね、帰りは楽だよね。薪がもう灰になってからさ、うん、いつもそうよ、ほんと。20キロぐらいなの、計算するとあれ。ぐらいを担いでることになる毎回。おー、いいね。今度はブリで発泡酒。まな板の上に乗っけて、さっきのクラブに。うん。ああ。ブリは本当今安いよね、ブリは、ね。発泡酒もう一本、最後の一本。
にね、はい、まだまだ車の場合のいいのはさ、公共交通使わなくてこれからさ、日曜日か休みなくてもさ、土曜日仕事終わった後一晩テント泊して次の日曜日帰る、それ可能なんだよね、車の場合で。僕は、ね、公共交通しか移動しない。終わった後夜にさ行くもんな。仕事終わって夜中に行くもんね、あれね、車乗ってね、公共交通乗んなくてもいいから自分で運転する。そうやってる人いるもんね、あれね。仕事終わったそのままキャンプ場行って河原とか行ってさ、用車だったらさ常にさ自分、荷物どけんもんね、キャンプ道具にし、仕事終わった後すぐさそれ乗って行けんもん。はい、どうも、ぬるま湯。今、ブリ、今はね、ブリ。さっき野菜、だいたい、あら、半分ぐらい減ったところで、ちょっと、どんぐらいあるんだろう、マシは。あ、2本ある。ちょうどいいかな。うまい。今一つ無事はさ、切り身はさほとんど骨がないのいいよね、でっかい魚だからさ、でっかい魚の人ね、小さい子サンマ、アギ、イワシ系統はさ、小魚、あんぐらいはね、当然のように骨鮭とかブリとかはね、はい、どうも、はい、こんな感じで飲んでます。曇りだけどね、だからさ、よかった、なんとか西日本の雨みたいだけどな、あれね、だからその西いいね。
もうフライパンは、あ、ウィンナーあるんだけど、ウィンナー買ったのを持って帰ってもいいのかな。ウィンナー買ったんだよな、ウィンナー。あ、朝の果物買ったんだけど、キウイ買ったんだって。まあ、キウイは別に焼かなくてもいいからな。あ、これ一緒にしよう。じゃあもう食材、じゃあこれの中入れるね、さっきのこれ。野菜煮てヘッドの中に。あ、うまそうじゃないか。いいつまみだ。みんな。魚肉ソーセージを持ってきたんだっけな。買いすぎだよね、一人で。あ、そう。大丈夫、大丈夫。はい、今度はね、この中ウィンナー足しました。反応が荒で朝の時に。おいいね、どこじばってどむらと。はい、こんにちは。ポーシー無理のホップ飲んでます。ああ、いいねー、いい。この炎いいでしょ、この炎いいでしょ、この炎。
最近グツグツ言ってます。最近グツグツ言ってるよ。するね、もういい感じでしょ、いい感じでしょ、こんな感じで着込むといいんだ。もう下ろしてもいいかもしれない、ね、みんなあんまりグズグズやりすぎてさ割れちゃうからね。うん、ごめん。さっき、あれ、なんだっけ、あれが入ってるから、巻きブイヨンだからさ、いい味。ちょうどよかったかな。グツグツしまくり。じゃあこの辺ちょっと。いいね、キクワブ。一つ。いいんだ。まずこれで、はあ、いい感じじゃない、聞こう。あ、うまいね。500のが3本なんですね。ビリーカンも最近トレックの1400の多くビリーカンってあれちょっと羨ましいけどな。ビリーカンこれよりでかいやつね。このワクあれいいなと思ってビリーカンいいんじゃない。あれにも2個
いや、トレック1400でもこんぐらい、こんだかっからね、結構、ちょっとした煮物はいいよ、これね。8分目で。よかった、飲んだから雨降んなくてよかった。曇りが続いてくれて。これで発泡酒おしまい。おー、いい感じね。はい、どうもね。